日テレのリアルタイムニュース番組にコメンテーターで出てる、元刑事かな、元捜査一課かなの田宮さん、まあ、あの人はその現場を経験したものでなければ、その元警察官でなければわからないようなことをおそらく求められて、あそこにコメンテーターとして座ってると思うんですけど、まあ普通のことを言います。はい、この件に関してはまあ昔からかなり注目されてたんですけど、今週もですね、ATM を下ろしている犯人の映像がはっきりこう顔が映ってるっていうことに対して、長年現場で捜査してますから、お前らみたいなド素人とは見てるとこ全然違うから、これだけはっきり顔が映ってるっていうことは親戚の人とかは分かる可能性がありますっていうなんかそのね、言い終わった時のどうだみたいな顔すごいするんですよなんだろうね、砂場に落としたお餅を食べると口がジャリジャリしますねぐらいの、それぐらいの普通のことだと僕は思うんですよね。うんこを漏らすとパンツが汚れるぐらいの、それぐらいのことだと思うんですよね。これは事故もしくは事件ですみたいなことを本当言うんですよ。どうなんですかね。なんか最近自分こううがった見方をするようになってきて、なんであの役に立たないあの人がずっといるんだろうっていうことに関して、な、縁起物みたいなあの人がいると、あの人来てる日必ず財布拾うみたいな、そういう、あ、タイトルコールまだだ、月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力から、山の中からこう女性の胴体が出てきちゃって事件の可能性が濃いっていう話をしてくれてまあ事件の可能性は濃いよねって、そうだろうなとしか言えなかったりするんですけど、何なんですかね。なんかあの人がいるおかげですごくこう手に入りやすい情報とかがあるとしかもう思えないんだよね。警察 OB だから現場にもすごい知ってる人がいるんで、もしかしたらその報道に関して有利なことがあるんじゃないかと。だってあの人ね、 DJ だったら相当ヤバいと思うよ。多分すごい面白いこと言ってるテンションで空気が乾いてるから鼻の奥がカスカスするねみたいな、するんだよなんつって、それじゃ1曲目みたいな、そういう感じのことですよね。なそんなこんな今日この頃なんですけど、代官山に、昨日代官山にですよ、代官山行くもんじゃないね。代官山本当に、代官山デブに一切用がないもんね。なんかファッションの中心地みたいな顔してるけど、ライオン堂も千鳥屋もねえくせに今デブ以外は何それって言ってると思いますけども、 L サイズ専門店ですよ、両国のライオン堂、浅草の千鳥屋ですよ、あと池袋、渋谷に坂膳ですよ、ね、もうないくせにですよ、何がファッションの中心だですよ僕に言わせればですよ。ほんでバッティングセンターもないんですよ。バッティングセンターもないような町に用はないですよねえ。ほんとね、錦糸町の方がなんぼかいいですよ、そういう意味じゃ。あのね、で本来用のない代官山なんですけど、僕の好きなシオンっていう、この間捕まっちゃった方のシオンじゃないむしろパッと見はこの人の方がってみんな思うでしょうけど、全くもってそういうことのないね、漢字で書く方の人はね、なんかね捕まっちゃいましたけどね、この人はローマ字で書く方、昔からねもう大好きなんですけど、なんでしょうね、ムックをすごい実写にしていったらああいう感じになるんじゃないかっていう、
あの何でしょうか、ショッカーが普通の青年をさらってきて、モップと掛け合わせたみたいな感じのモップ怪人みたいな人なんですけどまあね、変なに昔からねボロボロの人なんです、見ててボロボロの人なんですけど、声からなりからボロボロの人なんですけど、でもなんかこうもう心打つものがあって、さほど音楽を、聞かない私が安室奈美恵か、シオンかシューベルトかっていうこういう感じになってる。まあまあもうあと何人かいますけど、そのシオンのライブがあるっていうことで、これで行きたいなって言って、でどうしても行きたいんですけどみたいな話をしたら、そんなに言ってくださるんだったらむしろご招待しますよぐらいのことを言われて、ただ代官山にお前足を踏み入れることができるかなっていう、まあ俺への挑戦状ですよ、ね、結局のところ、そのシオンさんの事務所からのこれでライブハウス行きたいと思って、まず代官山に行くとなったらですよね、俺別に南千住に行くと思ったら別に目隠ししたって行けるような気がするけれども、まあ途中で3回聞かれますけれども、でもまあ一応南千住だったらまあパッパーのパーで行けますし、あの別に荒川車庫前に行くっていうんだったらね、あの前の角のしげちゃん食堂で何を頼むかぐらいのことはもう頭の中パパパンっていうもう浮かびますけど、だから代官山ってなったらまずしおり作んねえと、行きのバスで何歌うかも決めねえと心構えがね、代官山の周りにはどういう史跡とかがあるのかとかをちゃんと調べていかないと、行くにあたってまず作文書かないとダメだし、代官山のどことどこに先生たちが旗を立ててるのかをちゃんと考えて、効率よくその旗をね、チェックポイントを回るにはどうしたらいいかとか全部こう組み立てていかないと、もしもの時のこととかも全部考えていかないと、これは大変なことになるということで、こう家でこう代官山つ、代官山ってまず習字を習字で半紙に代官山って書いて、あまだ心が乱れてるななんて600枚ぐらい書いて、これだなっていう代官山が書けたらもうライブが始まる時間だよ。それでどうしようかなと思ったら、あのまず場所が分かんないの、そのライブハウス代官山も分からなければライブハウスも分かんないから、住所はもらったもののどの辺か分かんない、どうしようかなってしてたら、4日かみさんが覗き込んで、そこなんとかっていう輸入雑貨の店の近い、私はそのライブハウスは行ったことないけど、なんとかっていう代官山の輸入雑貨のお店の地下が多分そのユニットっていう名前のライブハウスだったと思うよみたいな話で、じゃあ私その子で買い物するから、ついでに私買い物して帰ってくればいいから、車乗っけてってあげるわよ。これがいけなかったんだけどね、今考えたらで乗ってっちゃって、でライブ見て、でライブもさ久々もう年だなと思ったのは、いわゆるオールスタンディングのライブハウスでもう2時間経ってんのか、もう膝がもう来年俺 DH だなと思うぐらい、もう昔大丈夫だったけどね、別に2時間半、正味2時間半別に好きなアーティストの歌聴いてる分には大丈夫だったけど、もうそうね、最初の10曲ぐらいでもう膝が、耳は聞きたいって言ったけど膝があんま聞きたくないって言ってる感じになってきたりとか、あとライブハウスってさ、コンサートと違ってさ、ワンドリンクあんじゃん、ワンドリンク要するに入場料は、4500円にワンドリンク500円みたいに払うわけよ。でそうするとこうコインみたいのくれて、それをこうそのライブハウスの中にあるカウンターのところで渡すと、何でも好きなものね、甘酒か缶の汁粉かどっちかだよ甘酒と缶の汁粉のどっちかっていう、もう俺には最悪の選択だなっていうやつですよね。あと飲みかけの粒コーン、粒コーンスープ、飲みかけの上に缶の入り口のところが血だらけだから、いやしいやつが中のコーンをベロで取ろうとしてベロやっちゃったなっていうやつしかないから飲み物が
あとは何かの汁って書いてある紫のやつね、紫のあの沼状に湧いてるやつぐらいですよね。ゴボ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 っていうやつです。それを飲むっていうか、それを交換するんだけどさ、でそうするとさ、人にもよるんだと思うんだけど、それ伊集院光ライブだったら、それはみんな好き、甘酒でも何でも好きなの頼めばいいけどもさ、これは俺の勝手な想像だけど、シオンってなっちゃうとね、シオンってなっちゃうと、そこでなんかソフトドリンクはダメな感じって分かります？あのかっこ悪い感じがするんですよ。なんで体現 C だって頼みあんだろきっとね。ね、あのなんだっけ、ビックルとかも頼みあんだと思うけど、なんかで、ね、ビックル飲んでてシオン効くのかよお前っていう、周りはシオン好きな人ばっかりだから感じがするじゃん。だから大していつも酒なんかそのよっぽど力入れないと飲まないのに、まあじゃあとりあえずはそのなんか言われるままにジントニックみたいな、言われるままにじゃあとりあえずそのジントニックをみたいなことあるじゃんか。で飲んだ上にさ、ライブハウスだから微動だにしないってわけにはいかないじゃん か、 だからそれなりにちょっと揺れるじゃあ俺も、ね、右に左に揺れるじゃないですか。もしか歌に合わせて俺も負けないでほら少しぐらいのことはやるよ俺だって。向こうが今すぐキスミーって言ったらデカンショーって言うよ俺だって。そういうコール&レスポンスっていうねやつやりますよね。向こうが隣のじいさんハゲ頭だよ、もう一つ隣もハゲ頭をこっちから返さないとハゲとハゲとで喧嘩してっつって、向こうが一回客席を沈めた後にどちらも怪我なくよかったねって言ったら、俺たち全員客席一体となってどんどんパンパどんどんパンパどんパンパンだよね。まあ、仮にどんパン節をシオンが歌えばね、仮にだよ、仮に隣のじいさんハゲ頭、そのまた隣もハゲ頭、ハーゲとハゲとで喧嘩してどちらも怪我なくよかった、大ヒット曲ですよ。それやりますよね。でそんなんやってるうちにフラフラになってくるんですよ。膝は痛いわ、フラフラだわでさ、なんだろうね。でシオンさんはシオンさんで、昔に僕の感じでシオンさんの中でちょっと僕の中ですごく好きな基準っていうのは、好きになった頃、僕がすごい好きになった頃は割とやさぐれた歌が多かった、ようすねた歌みたいなのが多かった。あのでその後、まあ、今はドンパン節歌ってるんですけど、ね、あのさ、これはね多分おそらくラジオ聴いてる人もそうで、なんかこう伊集院好きで聴き始めたけど途中から違うなとか絶対あるんですよ。でなんか歌も僕はそうで、例えばすごいブルーハーツ好きだった頃ってあるんです。ブルーハーツ好きだった頃があるんだけれども、どっかでちょっと違くなってきたりとか、大人は全部クソったれなわけでもねえなっていう感じになってきたりとか、クソったれのその大人にはなりたくないっていう歌のなんつうんですかね、尺にどんどん合わなくなる。もうだってもう変な話だけど、その時間は経つからもう大人じゃないっつったって、いくら自分が42歳児ですっつったところで一応はまあチンチンの皮は剥けてないけど俺チンチンも大人になったしって言おうと思ったら、あ俺でも火星光景か、今ちょっと今関東っぽいし、うざい、何が関東っぽいしって本当のこと言ってんだよ、なんだろう、いつからか関東っぽいし、あのそれでさ、あの関東っぽいしっていうお菓子を中国のお土産にいただいたんだけれども、どう食っていいかわかんねえよ、うんこの匂いするし。でそのあの何の話がしたかったんだっけ、好きなアーティストとかの曲とかが、これはまあ一応自分とかも思うんですけど、変わらないということと変わらないでいるっていうことは同じ感じのその歌を歌っていくってことじゃないですか。で年齢はこうその進んだりとかするから、そうするとさ、静止衛星ぶっかけ隊がすごいことした衛星ですよね、それね。今俺真面目なことを言いたいのか、でそれとも真面目なことを言うのが怖いのか、どっちなのかもう俺にも分かんないんだけど、静止衛星でさ、こう地球その自分の上にずっとある人工衛星はさ、すごいスピードで動いてないとさ、
その静止衛星にはならないわけ、地球のが回るから。ってことは、止まってるためには動いてなきゃいけないってことじゃないですか。そこまで俺まだ理解できてねえな、喋りながら。それだから、だから変わらないということは変わらなきゃならないみたいな側面も出てくるわけじゃないですか。出てくるのか。出てきますよ。そうです、そうだから、そうすると自分も年取っちゃうし、歌ってる人も年取っちゃうから、歌ってる人がすごく同じ歌をずっと歌ってると、分かんないけど、もう俺やべえ、これこの状況だと下手すら歌ってる歌詞の敵側にいるんじゃねえかみたいな感じになったりとかするじゃないですか。フルハーツとか俺ちょっとそういう時期とかあったんですよ。今全然また戻ってきてるんですけど、そのハイローズとかクロマニオンズとかなって戻ってはきてるんですけど、シオンは俺の中ではなんかそのすごいやさぐれて歌ってた頃と、そのちょっとそうじゃなくて歌の感じ変わってきた頃とか、勝手にこっちからの思いで割とこう一緒なのよ。なんかずっと同じスピードで来れてるっていう、ずっと見てる人には変わったって人はいるのかもしれないし、一回もかすらない人もいるのかもしれないんだけど、俺は割とこうその局面局面である程度、あ、最近こんなこと歌ってるんだと思っても、なんか自分もそんな感じになってきたなみたいなのがあるから、すごいこう好きでいられてるアーティストなんですけど、問題は今やっとちゃんと説明できたんだけど、この話になったきっかけがもう分かんない。それでおっさんなりながらもそのライブに行きまして、行ってライブハウス、久々またその小さいライブハウスでライブを見るっていうのも久しぶりで、まあ、シオン自体も久しぶりで、シオン野音でやったのを結構前、5年ぐらい前からもうちょっと前が行ったっきりだったんですけど、で久々行って、あ、ライブハウスってこんな感じだったなっていうのがありながら、まあそのちょっとだけ一杯だけお酒をもらいながら、まあまあそれすごい混んで、ものすごい人いるわけ。さすがにシオン、いわゆる嵐みたいな大メジャーではないけど、固定ファンがすごいいっぱいいるのに、まあそのユニットっていうライブハウスはめちゃめちゃ小さいから、多分オールスタンディングで、そうね、オールスタンディングで全盛期の小錦50人かな。ただそうなっちゃうと、全盛期の小錦ってどんな感じだったっけになっちゃうから、普通の人で200人ぐらいかな、普通の人で200人ぐらいでもうぎゅうぎゅうなわけで、も行ったらもう結構後ろの方まですごい人いっぱいで、でも言われてみたら武道館のアリーナのまあまあいい席より近いと思うんだよね、200人だったら、200人のライブハウスだったら。でも不思議なもんで一番後ろっていうことを考えると、ちょっとこの席良くないみたいな、今思えばそうだな、このことあの時思いつけよかったな。で一番後ろにいたりするじゃん。 でしかもさらに後ろから来る人にも迷惑かけられないっていう、俺は意識が、体がでかいか意識があるから、なんかこう人の頭と頭の間から見てるうちに、ここなら迷惑かかんない、ここなら迷惑かかんないってずれていくうちに、完全な柱の裏側みたいな。で俺よくわかんないんだけどさ、200人ぐらいのライブハウスでもギターはアンプを通して鳴らすじゃん、でボーカルはマイクを持って歌うじゃん、あれ何なのかな、俺いつもあれ に変な感じになっちゃうんだけど、ってなってくるとシオンが見えないとこだね。俺もう全く、シオンはだってその柱の向こう側にいるから、全く見えないシオンの視覚にいて、それでただそういう四角の席専用のモニターみたいなのが、テレビモニターがあって、そこにはシオンが映ってるわけで、聞こえてくる音は生音というよりはそのアンプを通した音じゃん、それとマイクからスピーカーを通した音じゃん。これは何なの、これは生なの、なんかわかんないんだけど。でそれがこうたまにおぼろげになっちゃうから、シオンの姿が見たいわけ、姿が見たいから、その柱の影のところからちょっと顔をペロッと出すわけで、出す、あー、いた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 ってなるわけ、いたいたと思うんだけど、後ろの方の人がいると いけないから、こうパッと戻すじゃん、戻すじゃんって言って、またしばらくスピーカーの音とそのモニターの顔だけ見てて、またちょっと見たいなと思って顔ペロッと出してこうやって見てるじゃんか。なんなの、張り込み、俺ね、完全な張り込み。それで次今度また押されて押されていったところは、なんかその中途半端な高さのスピーカーを置く台みたいなのの裏側だから、つま先で一生懸命立つと顎から上が出る。
ところに確保されたね、席が俺の中どんどんみんな動いてる。でまたさ、でも真裏だからさ、真裏のこもった音のスピーカーしか聞こえないからさ、あのたまにどうしても見たくなるとさ、背伸びしてグーッとかって見るわけ。でもさ、もう膝来ちゃってるからさいいとこだけ聞いたらスッと戻るわけ。向こうのシオンから見たらさ、でっかいプレーリードッグみたいになってると思うのね。ピュッてピュッて出たと思ったらシュッなんかあのスピーカーの横のとこでピュッて出たらスッと引っ込むやつになっていう感じになってると思うわけで、途中またよくわかんねえんだけど、アンコールの後にシオン大先生が乗り始めたのか、1時間45分ぐらいでアンコールになってから、多分アンコールの後10曲ぐらいやったと思うんだよ。もうアンコールじゃねえよそれって。それも感じとして、まあ、あのもう1曲やっちゃっていいですかみたいなノリでもう行っちゃうわけ。ずっと行っちゃうから延々とアンコールになってるんだけど、多分なんかアンコール前に出ちゃう人とかも多分いて、ちょっと席がちょっとずつ前の方になってて、席から席っつってもオールスタンディングが立ってるんだけど、前の方になってったら結構いい位置なんだけど、真ん前に巨大なアフロがいるの。こいつがさ、お前微動だにしねえでくれよと思うな。結構動くアフロ、ソウル大臣がいるのよそこに。ソウル大臣がバブルガムブラザーズの名曲ウィアソウル大臣がそこにいるわけですよ。ホストさ、そいつが右に出たらさらに右より右から出たりとか、そいつがちょっとこうあの鏡気味になったら上から出たりとかしてんじゃん。な、俺なんかあの中に住んでる鳥みてえに多分向こうから見えてんだろうなと思って、なんか FF のあれのあれかよみたいな感じのFF にアフロのやつ出てくるんだけど、そいつ頭の中鳥出てくるのね。説明いるんだろうな、きっと。100万売れててもね、ねえねえ、だけどさ、 FF のこと、100万売れてる FF をね、その説明するのにピルクルは説明なしで言ったよ。乳酸菌飲料だっていうことの説明なしで、バランスおかしくね、すごく。ほんでさ、これでもうこれオープニングか、オープニングでこうしゃべって、あのそれでさ終わりましたと。で最終的に歌も全部終わりました、膝も結構ガクガクきましたって表に出るんだけど、困ったのがカミさんにダイレクトで連れてきてもらっちゃってるから、駅がわかんねえんだ、代官山の駅がね。これも思い込みなんですけどね。でまた俺 iPhone を忘れてきてるから、今 iPhone 地図すぐ出せるからさ、 iPhone があれば心強かったんで家に忘れてきてる。これでさ、これがさ、さっきの理論と一緒なんだけど、シオンのライブなのにもかかわらず、パイゲンシー、パイゲンシーも全く説明なく言ってる。マミーの偽物マミーの偽物ですよ。シオンのライブのそのドリンクコーナーでワンドリンクのコインと引き換えに、やっぱりプラッシーとか嫌じゃん。そのシオンのライブ大人だからさ、プラッシー美味しいよ、プラッシーもスコールも美味しいけど、チェリオも美味しい。チェリオなんかうまくいけばもう一本当たる可能性もあるんだから、そういう意味じゃ相当ね、あれですよ、いける感じですけど、やっぱりシオンのライブっていうことになっちゃったら、そこはやっぱりアルコールじゃないとカッコ悪いと。でアルコールにしてもさっきのジントニックとか、そういうもしくはこうロックでウイスキーとかじゃないと、もしくはビールとかじゃないとダメな感じですよ。カルアミルクみたいなやつは、ね、カルアミルクで途中が酔っちゃったじゃねえよブスの感じのやつはダメなんですよ。なんかと一緒で、あの他の駅はできるんだけど、代官山で駅どっちですか聞くのはもう自殺行為でしょ、おそらく。あのね、代官山で駅どっちですかって聞く場合には一旦なまんないとダメでしょ。駅はどこ出すかとね、それを言わなきゃいけないのに、こっちまだなまりも出てないのに来てないでしょ。これでさ、代官山さ、最終的にたどり着いたからいいようなもんでさ、駅じゃなさそうな方に駅ね、代官、あ、お前ら代官山で迷ったことないな、まあ、さては代官山駅っぽい方行けば行くほど駅なくね。でその全然このこういう太めの通り沿いだろ駅と思って行くじゃん。でそれでそのシオンのライブからの帰りの人が流れてるところね、流れ人が流れていく方あるじゃないですか、これ絶対そうすれば駅行けると思って、これね今思えばね、思い起こせばね、
21ぐらいの時、22ぐらいの時だから、20年前ですよ。20年前ね、この方式でいっぱい人の流れに合わせが何とかなるだろう方式で、俺一回ニューヨークのヤンキースタジアムで痛い目あってんだよね。すごい痛い目にあってるんですけど、それと同じ方式でこっち人流れてくと思ったら、なんかシオンのライブ終わった後、みんななんかちょっとこう、自分の行きつけの飲み屋で飲んでいく空気みたいのをみんな出してて、どんどんそういうお店とかに吸い込まれていく、なんかさ、もう全然わかんないんだよね。もう完全どこがもうどっち方面が駅だかわかんねえみたいな状態で、これでもう何個かこっちの方に200メートルぐらい行ったら駅あんじゃねえか方面にない太い道で、しかもあそこ五差路みたいになってない、なんかで、こっち行ったらじゃあこっちだろもなくて、でこっち行ったらなくて、で最後の一択みたいな太い道路に行ったら、その横に電車が走ってる、だけど電車の駅は見当たらないわけってことは、この延長線上に駅が、でもこっち路地で入り組んでるぜの路地ぐらいの中ぐらいに東急なんか田園都市線みたいな、なんか東急なんとか線みたいな、東横線みたいなやつがあって、やっと家に帰れましたとさ、もうトホホってなっちゃう。それじゃあみんなこれ、マミーを飲みながら聞いてください。シオン鬼はそう。ほんと代官山行く用事ねえよな。前に代官山行ったの何の時かな。ミスチルの桜井さんと対談した時に代官山だったような気がするんだよね。ね、あん時も帰り駅わかんなくなっちゃって、結局こっち渋谷っていう看板見っけだから歩いちゃえってことになって、かなり長い旅をしたっていう記憶があるんだけどね。だからさ、うちのスタイリストをやってるハムちゃんっていう女の子は、修学旅行に東京に来た時の自由行動は代官山だったらしいんだよね。だからなんだろうね、そのこっちとら42年間東京ずっと住んでて、代官山と呼ばれる場所に立っていた時間って、おそらく合計で3時間ねえんじゃねえかな、おそらく42年中3時間ねえんじゃねえかな、おそらくだけど、日暮里系、西でも東でも日暮里系だったらば、多分42年間のうち13年ぐらい多分あそこ立ってると思うけど、そうだ、代官山わかんねえ。